アメロコテジマダダの皆様お待たせしましたが、PR ステージ再開させていただきたいと思います。そして12時50分から予定しておりましたガクト君、プラおじさん、ヤブタメ君のステージは雨天のためちょっと出演していただけなかったんですが、この後のステージでもしかすると参加してくれるかもしれませんので、ぜひ応援してあげていただきたいと思います。さあ、まもなく皆様お待ちかねの方がいらっしゃいますので、できる限りね、皆さん黄色いのが見えた。ホビーアンドロシロホビーアンドロシロよしー、見てこれがキャシーねー、見てキャシーあー、おはようみんな。いやー、待ってますね。おっさん兄さん。あー、暮らしい。いやー、どこどこだ、東京の城。ねえ、なぜなのに。でもやめてくと、やめ気味だしよ。ねえ。よー、雨やんだな。でもね、おっさんの顧客のパワーだと思うの。シン。一回走る頭が太陽みたいに。もうピッタピタでしょ。つるつる。はい、せーの、ハゲチョーピー。ハゲチョーピー。せやけど、今回は頭にちょんまげついてるで。すごい似合ってる。これはやっぱりもう、剥げ上がった人の特権ですか。せやな、剥げ上がった、剥げ上がった剥げはいいけど、上がってるは余計や。そのためだけに生まれてきたんだよな。せやね、今回ほんまにこのためだけにわしは生まれてきたんちゃうか思うぐらいの髪型やこれ。ほんとだ、似合ってますね、皆さん。似合ってるやろ。もっとね、なんかすごいほざけてセクシーなしよ。もしもし、え、なんかこれがセクシーなしよ。やべやべやべ。フラッシュ、フラッシュ見て。え、両乳出てる。え、両乳、両乳、おっさんの両乳が出てる。あ、ほんとだ。両乳ちゃんと、ね、ちゃんとランニング来てるから。いやね、出てない。そうなの。そうや、これ見て。お、大丈夫大丈夫大丈夫、安心してくださいや。ほぉ、履いてますから。ちょっと乳首外してみましょう。なんかやめよ、なんかやめよ。もうちょっとやって、ほらほら、ダメですよ、収めて。あ、でも、ポッサンさ、ほぉ、あれだよね、もうプルプル首になったから、ほら。いや、まだまだまだ終わった。あ、いいですの。ねえ、宣伝部長、首でしょ。にゃんまげおるから。曲げつけたらなれるんちゃう。そうなの。違う、わしはもうこのままでいいね。このままでいい、このまま無職がいいね。ダメージ、ちょっと泥棒、ちょっと泥棒らしい。正直、あの、いろいろやらしもったけど、そうだね、そう、身が重かった。せっかくね、あの奥さんもね、みせえさんも喜んでたのにね。ほんで、あの、わしには無理や。ほんで、こう、おっさん、ちょっと当たるからし。ちょっとコンビニのバイト紹介するんだし。ナシエンで雇えばいいじゃん。え、ナシエンでね。あ、ナシエンで、ナシ僕らし。そう、ほんま、俺が買い物駆除するバイトとかやる。でもね、時給が274円だし。やばすぎな。結構ね、あの、労働基準監督署みたいなとこね、ちょくちょく言われるけど、そこは譲れない。あ、譲れないんだ。その安さは譲れない。だいぶブラック企業ですね。そうでしょ。その通り言われたら余計ブラックっぽいけど。あれやろ、落ちてるなしを拾うんやろ。もちろんでしょ。完全にわしでもできるわ。こうやってこの下に落ちてるやつをな。おお、こうやってね。ちょっと待って、え、下に落ちてるなし取られへん。ダメはしない。ちょっと痛んでるやつでしょ。ちょっとやってみて。あの、ジャンプにするやつでしょ。わし、わしってここまでしかいけない。あ、ほんとだ。
悪いんちゃうねん。何ここでなんかグッて引っかかんねん。骨が硬い。しょうがない、しょうがない。それしょうがないです。四十五歳から。おっさん手短いからさ、フラッシーとおっさんってほら、もし喧嘩とかなったら手上がんないじゃない。ちょっとやってみてよ。めっちゃ殴り合えるよ。殴り合って。いくで。やっていきましょう。全然手前で、ちょっと待って。ちょっと待って、何今の。ちょっと待って。なんか硬そう。なんかちょっと待って、ちょっと。一回収めて、普段通りにしてよ。普段通りにちょっとお願いします。普段通りでどんな感じ。よし、じゃあわしは行事手だよ、行事。可愛い船ちゃんにして。よし、行けるみんな。はい、まもなくシャッターチャンスですよ。はい、じゃあ、そうそう、これやったらわしもな、ね、戦える。わ、全然いいわ、全然いい。ええわ。ちょっと待って、みんな、二人がチューしてくるんですか、見えない。ちょっと待って。ちょっと、フナちゃん、もう一回戦闘モードやって。行きましょう。ちょっとみんなに見てもらえる、このグーものすごく怖いから。怖いですし、うわ、そうですね、ちょっと見たって、これフラッシー、フラッシー、はい、怖い。いや動きが早い。あれ、そんな腕してるのに、この間あなた大暴動だったの。え、何、あのフラッシーのあの始球式の時。あ、そうですよ。なんかね、こう振りかぶって投げたら、思いっきり三塁の方に出てきた。すごい面白かったね。牽制球だったら100点だしな。ね、そんな腕してるのに強盗なんだね。すごい。金とかでそんなん。え？今かけ、そんなん殴れんの？いや、足殴れますよ。ボクシングとかできんの？できる。ちょっと見といたろ。ふなちゃんと戦えるか、よう見といたろ。よし。よし。行くぞ。ちょっと待って。ちょっと、キングね、足元が緩くなった。黒みぞでしょ、キング。どうした？キング、なんかスケートできてるぐらい。スケート？ちょっと、本当？ああ、そうかな。おっさんとやったらどうなるかな。あ、ちょっと見といてもらおうか。ああ、ちょっと。なんで？ベビー。ゴー！フナちゃん、どうや？フナちゃん、待って。ちょっと、この格闘技の試合、客入れない。恥ずかしい。ちょっと待って。ちょっとあの水上には見せれませんな。あ、うちのね、な、うん、こんだけ2個行くのないつ、また有馬温泉行っとるからな。おお、あれしな、昨日ニコ生放送楽しかったしな。いや、この3人でニコ生配信やってたよ。この3人でね、あのインターネットの生放送って言ったら、そうやってたよ。見てくれた人いますか。ありがとうしな。もうね、あの時さ、3回とも疲れ果てて、まあ会話がただ止まりましたね。ねえねえ、止まったね。おフラッシー聞いてますか。自由が今大自由サイドの反応楽しんでるからし、子供がね、キュトーンってしたから。ちょっと待ってフラッシー、あの左の斜め前ぐらいすごいのがあったり、お、私右行き、あれは何だよ、何だよ、何だこれ、あれ、さては、ふなっしー、偽物？いやー、偽物やろ、自分。違う、本物だしよ。本物？そうしよ。じゃあ、証明できるもの。証明できるもの。じゃあ、マンボ